世話になります。お願いします。ほぼ1週間待たされて、なんとか出発することができるというふうな状況になりました。甲子園ではまだ、雨が降ったり、あるいは、天候が良くなれば非常に、高い気温になって、大変だと思うんですけれども、選手と一緒になって、応援の皆さんも、ぜひこのようない機会ですので、一生に一度あるかないかという貴重な機会、これを大いに楽しんでいただきたい。そして選手と一緒になって、甲子園大会というものを味わっていただきたいというふうに思います。今甲子園に出場しているメンバーは日本一を目指して頑張っています。僕たちもその選手たちのテンションを上げるための日本一の応援をしてきます。明日の野球応援では、出場する選手の皆さんを少しでも後押しできるように、体調に気をつけて頑張ってきてください。私たちも学校で応援しながら、皆さんの旅の安全をお祈りしています。以上をもちまして、第103回全国高等学校野球選手権大会応援団出発式を終わります。はい、乾杯。